誘拐されたままの合田会長の行方を追いながら、俺は佐山の過去を追い、東西を奔走する。次第に分かっていく佐山の過去、そして20年前に起きた事件との関係。俺はその事件に自分、そして風間のおやっさんが深く関わっていたという事実を知る。同じ頃、神室町では20年前の事件の復讐劇がある組織によって行われようとしていた。鎮魂派、かつて道島組の手によって神室町から消された海外の組織、その生き残りたちによる壮絶な復讐の計画。20年前の事件の時からずっと組織を追い続けていた河原さんは、その動きを察知すると、俺と佐山にその情報を伝え、鎮魂派が待つミレニアムタワーへと向かった。現役警察官僚である倉橋が仕掛けた悲しき復讐劇、その結末は倉橋と河原さんが差し違える形で幕を閉じた。助けてくれてありがとう。初めてだな、父親らしいことできたの。懐かしいな、お前の手を握るの。お父さん、ありがとうな。ついに自分の過去を知った佐山、死の間際父であることを告げた河原さんは安らかに目を閉じていった。その頃、鎮魂派とは別に関西の龍が最後の戦いに向けて動き出そうとしていた。俺は東城会や近江連合といった組織同士の駆け引きを忘れ、男としての決着をつけるべく龍二が待つ場所へと向かった。よっしゃ、あら一丁派手に極道の花咲かせようやないか。だが結末は意外な方向へと向かっていく。そこに姿を現したのは死んだはずの寺田だった。20年前の神室町で起こった事件、風間のおやっさんが命を救った鎮魂派の生き残りの一人、それが寺田だった。寺田は自分が背負った復讐者としての宿命、使命のため身分や生死を偽装してまでこの復讐劇を果たそうとしていた。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。桐生さん、死んでもらいます。悲しい戦いだった。寺田は俺の前に姿を現した時、すでに死を覚悟していたのかもしれない。抗争事件を裏で操っていた黒幕高島に撃たれた寺田は最後に俺にこう言い残す。キリュウさん、最後に俺を信じて。その言葉の直後、作動する時限爆弾、
慌てた高島の隙をついて龍二がこの抗争事件の終止符を打つ。こうして関東と関西をめぐる一大抗争事件は幕を閉じた。しかし俺にはもう一つ男としてやらなければならないことが待っていた。エイト、切りつけようやないか。やめてよ、ここから逃げましょう。断る。え？俺にはまだやることが。2006年12月24日、こうして俺の長く熱い戦いは終わろうとしていた。